高木秀夫高木秀夫3月23日没年、不明は、大正から昭和時代前期の台湾総督府官僚。平東が院、高木幸政の長男として、愛媛県北宇和郡宇和島町の川に生まれる。1914年愛媛県立松山中学校を卒業。翌年台北町に出資。1917年南投げ町族。 1922年台湾総督府財務局1925年同府税務課を経て1927年1月再び同府財務局勤務となり1931年5月秘書課勤務に転じ東京出張所勤務を発令される翌年の1932年3月同府中央研究所会計課長及び秘書課長を経て文書課長となり 同年7月に、道府総務長専属となった。さらに翌年の1933年12月には、道府地方理事会に転じ、新築州新築軍手に発令された。その後、1935年9月に、台南州小ビ軍手を経て、1937年11月30日付で、平日が市委員に就任した。1939年3月大韓市民間に、 展示、台湾拓職に入り南市大一課長兼資材課長、三足店長を経て、南日本科学工業監査となった。ありがとうございます。